こんにちは、ひなたです。今回は松結びをご紹介していきます。こういったクリップがあると便利なので、よければご用意ください。90センチの水引きを5本用意いたします。真ん中で淡路結びを結んでいきます。指先で水引きを潰すように、平面になるように持つとねじれが少なくなります。淡路結びの詳しい結び方は、淡路結びのご紹介の動画をご覧ください。水引きの本数が増えると多少結びにくくなりますが、揃える際には1本ずつ整えることでねじれを発見しやすくなります。遠回りのようですが、1本ずつコツコツ整えていくことが実は近道だったりするので、丁寧にやってみてください。今回は左右の輪っかを余裕が出るように緩めに結んでおきます。それでは右側の水引きから動かしていきます。くるんと下向きに輪っかを作って、自分と淡路結びの右側の輪っかの間に水引きを通します。形を少し整えておくといいです。この時に下のこの位置をクリップで留めておくと形が崩れにくいのでおすすめです。左側も動かしていきます。くるんと下向きに輪っかを作って、自分と淡路結びの輪っかの間に水引きを通します。形を少し整えて、先ほどと同じようにこの部分をクリップで留めておきます。上でクロスして右側の水引きを動かしていきます。水引きをくぐらせる場所は画面でしっかりとご確認ください。最後は一番外側の輪っかに水引きを入れます。簡単に水引きを整えておきましょう。下側から1本ずつ引っ張っていくと綺麗に整います。左を動かしていきます。先端を整えると動かしやすくなります。水引きの通る順番は画面をしっかりご覧になってご確認ください。こちらも最後は大きい輪っかから出てきます。一番下から順番に整えてあげてください。それでは全体の形を整えていきましょう。まずは一番最初の淡路結びの滴を小さくします。次に左右の輪っかの大きさを小さくしていきます。水引きの流れをしっかりと見ながら1本ずつ引っ張っていきます。松結びは左右で内外の順番が変わります。引っ張る際は内側を小さくするときは外側から引っ張っていくということになるので、流れをよく見てご確認ください。出来上がりです。松の葉っぱに似ていることから松結びや松の葉結びと呼ばれます。
こちらの上2つを少し伸ばすと富士山の形に似ていることから富士山結びということもあります。いろいろと形を変えやすい結びですので、お手元でアレンジを楽しんでみてください。松結びは淡路結びから始まるとても縁起の良い結びなので、ご祝儀袋に使われたり、バレッタなど髪飾りに使われることも多々あります。色使いやシルエットで随分と雰囲気が変わるので、それもぜひ楽しんでみてください。お疲れ様でした。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。